どうもバタヤンチャンネルです。今日はですね、チャーハン、特に次男が好き、もう上と下は好きなチャーハン、一番下はチャーハン食べないんです、いつも白ご飯だから。子供、一番下の子には魚を焼くだけにしてます、こういう時はね。ほんで、あのチャーハンっていろんな風に刻まなダメじゃないですか。すごいめんどくさいじゃないですか。私今日にやけてるじゃないですか。届いたじゃないですか、ブンブンチョッパー、やったー、やっと届いた。いや、届いたからチャーハンするわけちゃうけど、そろそろチャーハンしたいなと思ったら届いたという感じでね。で、まだなんか泣いとるぞ。よし、ということでこれで今日は切っていきたいと思います。まだこれ開けてないからな。ていうか思った以上に箱がちっちゃいから中ちっちゃい。私もう一回りぐらいでかいのこのかな思ってんけど、歯が大事なため、ハンドル無理に引くな。一回読んだけばよかったけどな。みんなと一緒に開けたい気持ちがあったんや。はい、老眼。容器に歯をセットする、突起物で、蓋する、引っ張る、こんだけかいな。突起物混ぜ器っていうのは、これは今はいらんの。あ、何これ。あ、だからやっぱちょっとは切らなあかんってことは、ちょっとは切ってからみじん切りにしますやな。あは、了解。あは、了解です。待ってください。ブンブンチョッパー簡単レシピ、時短レシピ、レシピまでついてるやん。何を作れと言うてんねや。これで、はあ、玉ねぎとバジルの和風ドレッシング、おしゃれな。栗とチョコのしっとりクッキー、細かいな。リンゴバター、フルーティーな香り、パンでチーズコーンスープ、はおからキッシュ、おからパウダーで、これは混ぜるやつね。豆腐で生チョコ、美味しいの？かぼちゃきなこ棒、こっちもあるわ。豆腐でオムライス、まあいろいろできるいうことや。チーズケーキ、タバスコ作んの？タバスコって作れんの？柚子胡椒ハンバーグ、いいですね。なんか知らんけど、読んでるだけでよだれが出そうになってるわ。よし、とりあえず作っていこう。なるほど、一回ちょっとざく切りにしてからっていう話やな。これ一回軽く洗った方がいいわ、ちょっと考えて。これ何のために蓋がついてんのかな、これ。蓋いんの？なんか保存したりするの、保存用の蓋ね。ほうほうほう。怖っ！いきなりちゃんとやらなあかん。っどっちが上でどっちが下で、ね、セットの仕方。歯の下側の穴に。こうするだけでいい。こんなんでほんま千切りになると思われへんけどな。こんなんで千切りなんの？壊れる。何もやってない。これ歯が5枚ばいうことで私は今回買ったんですよ。あ、ちゃんとしとかなきゃ。蓋回ってる？全然回ってるやん。これどないなってるのか、ちゃんとしてないか。っていうかこれせっかく、よし、こうやって、こんな回転にほんまできるのかいな、ほんま。ほら、文句ばっかり言うててもしゃあない。一回やってみましょう。いや、みんなブンブンチョッパーって言うてたからな。とうとう私も鍛えたよ。これ軽く水洗いとかでいいんやろ。これがすごい危ないやつだからね、ちょっと気をつけたらなあかん。これはちょっと気をつけなあかんわ。
よし、楽しみや。ちょっと今日はブンブンチョッパー初日ですから、ブンブンチョッパー初日やから、あ、ええやん、これ下も滑れへんわ。あ、ここ忘れてる。ブンブンチョッパーいうのもあるけど、まあ、私のね、はっきり言いますけど、私のね、今日作るあの、あれ洗濯バサミどっか行った。あら、こいつも最近止めといたらすごい便利やったのに、くそ。よし、これに入れちゃう。玉ねぎ。最後もどんどんブンブンしていくからな。はははは。だってさ、すっげえ時間かかったやんか。卵の時に。なんか夢のようやわ。私がブンブンチョッパーを使うなんて、嬉しいな。ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー。玉ねぎの目安2センチだ。2センチだ。また私のことやから、その2センチをすごい正確に測ろうとしてしまいそうで、いやだよ、そういう自分が。なんかこういうのってギリギリのところに茶色いよね。古いかの方。作っていこうか。人参、これ洗うだけでいいよ。で、ピーマン。あれ、ピーマンの白、ピーマンの白いところが苦いって言ってたな、そういう。ただ、もちろん今日ね、ピーマンめっちゃ入れるんです。なぜかというと、チャーハンにした時、もうめっちゃ食べるから、もうチャーハンの時のピーマンは全然もう何も言えへんのよ。もう抜けるよ、もうこんな食べたくないも言えへん。だからもうチャーハンの時にはピーマン山ほど入れる。ほんまにこれはちょっと、みんな待ってな。ブンブンチョッパー今心躍るってよう言うやん、なんかテレビで。何ね、心躍ると思ったけど、もう踊ってます。心、私踊ってます。完全なる緊張するというか、嬉しいわ。洗うのがめんどくさかったら嫌やなっちゅう話やけどな、これ。どうなんでしょうね。ああ、ほうれん草、ニラ、パセリの葉物は、少量やったら食材が容器に貼り付いてみじん切りにならないんやって。そやろな。今やったらこっから、こっからアホみたいに刻んでいくんですけども、私は今日の私は一味も二味も違うんだ。まずはピーマンからいこうか。ピーマンを2センチ角に切る。先に歯セットしておこうか。このボールの中に入れようと。何がおもろいの、セットしようってこんなしてゲラゲラ笑ってるおばさん。心、なんせ心踊ってます。子供が泣いてるのに私心踊ってます。このセットいうのがこれでええの、なんかこんだけでええので、2センチ角でどれぐらい入れていいとかあんのかな。こんだけでね、だらこなもんやで、ほんまに。みじん切りとアホみたいにしていかなあかんねんから。写真はもうちょっと入れとるからな。写真結構入れてるんですよ。そりゃそうやわ。こんなんて、ちょこちょこやってたら私も時間ないねん。もう一気に行くぞ。全部行ったで、これ。
ピーマン100つぐらいいかれへんかったら、これ、ブンブンチョッパーあかんやろ、これ。ブンブン、ブンブン言うてんねんから。ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー。ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー。よし。これで、はい。今からブンブンチョッパー言うのに何やん。うん。待っても、ビュー。もしこれ。タワーセットして、で、これを、なんかしっかり、そのところがあるはず。よし、これでセットされました。皆さん、よし、初ブンブン、いきます。いきますよ。どうだってんやん。なってるとこもあるね。入れすぎたんかな。すっげえ細かくなってるところもあれば、あんまり細かくなってないの。9の10。調子乗っていっぱいやってみた。あーもうすごい短い。もうすごい。早い。もうできた。もうできたわ。っていうかもうみじん切りしすぎてるぐらいな感じ、これ。あらららららら、もう終わっちゃったよ。このまま次人参いこっか。洗わんでいいな、これ。そのままで。今閉めたらあかん。人参も、すいませんけど、多すぎたりするとうまく引けなかったら破損のり、あ、もう破損したら嫌やわ。5ミリぐらいの幅の輪切り。この人参だけやからな。じゃあ2回に分けようか。ちょっとあんた早いな。見た今の。早かったな。ブンブンチョッパー、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 ブンブンチョッパー。早いわ。これ全部入れようかも。また結局またこれな。どれぐらいまでこう人参1本いっていいんですかっていう。でも腹がここまであんねんから言ってええやろ。よし、行くぞ。うわぁ、夢のよう。もうあんた、はっきり言うけど、あれめっちゃ時間かかるやん、ピーマンって。行くよー。はい、硬いわ、やっぱ人参は。あー、これあかん。あー、これあかん。入れすぎてる。入れすぎてます。破損の原因になります。ブンブンチョッパーってやったらテンション上がってやったら、破損の原因になるかな、これ。破損の原因になるので、半分ずつや。怖い怖い。そんな原因になったら困るので、半分ずつや。2回言うおばさん。この人参と人参。ハムのがあるから怖いね。なんせほら、ブンブンチョッパー初心者やから、量がちょっとよく分かってないね。よし、行くぞ。どっちかが同じなの。ここが外れた。ん？どれなってんの？じゃあさっきのピーマンもちょっと入れすぎたかもしれへんな。え、早速マーレンどうしたの？なんで？ブルーのチョコもう破損かいな。もう破損？え、もう破損？そんなアホな。まだ発想も早いだろ。まだピーマンしか、ブンブンしてへんやから。勘弁していいよ。頼むで。いいこと言った。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。細かくなってる。これ、ちょっとすごい。うわぁ、すごい。もう早い早い。早いよ、ブンブンチョッパー。ああ。これまで取れちゃった。よーし。何？
うん、いつものチャーハン。ブンブンチョッパー言ってるから、いつものチャーハン、チャーハンが出来上がるんちゃうかと思って不安になってる。よし、一回一回洗うんでいいよね。いや、こちらのブンブンチョッパーを買うときに2個セットとかいうのがあったから、みんな一回一回バラバラで洗うとするの。このでも全然いける。ちょっと細かくなりすぎるのが玉ねぎ傷やけど、玉ねぎ2センチ台。次玉ねぎがちょっとややこしいやつ。あ、怖っ。玉ねぎ私もうちょっと入れたいな。でね、うちのチャーハンってね、なんかみんなパラパラチャーハンって言うやん。もうそんなパラパラとか全然無縁やねん。ほんでパラ、なるべくパラパラにならないように、米を寿司のあれで炊いてます。寿司用のあれで。どんな感じの、とにかくちょっと大きめで切っといていいぞってことやな。うん、こんだけ刻むの表身。いや、私これでほんまにあの卵焼きの作ろう思ったらあれすっげえ苦痛やねん。やん、このその苦痛完全になくなるやん。よし、やりたい。ちょっとずつにするわ。歯の破損につながった家やから。いきます。そうだな、なんか回れへんよ。こんなのってんの。どんなのってんの。まあ、早いのは早い。ここちゃんとひっついてないのか。ここちゃんとひっついてない。よし、うん、いいね。これいいねんけど、一個だけ言おうか、あかんところ。全く全員が同じ均等にはなれへんわ。わかる？ちょっと大きいやつをちっちゃくした、もうちょっとちっちゃくしたいな思ったら、もともとちっちゃいやつがさらにちっちゃくなっていくいう感じ。それはあるな。これちょっと時間があるやけど、これぐらいの、早いわ。早いけど、わかる？すごい刻まれてんねんけど、こういうのがたまにあるっていうこと。それはもう全然いいや、ブンブンさん。ブンブン先生、助かります。よし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 、もう刻み終わった。いつも、なんかいつもですごい刻まれすぎてるな、これ。刻まれすぎてるけど、だからこれほんまにあれやな、餃子の時なんか絶対やったらええやん、これ。こんなもんか。うん、とりあえずこれでいこう。腹をめっちゃ気をつけて、腹をめっちゃ気をつけて。
よし、もう終わりやわ。まあ終わりやで、これブンブンチョッパーのおかげで。ただちょっと刻まれすぎやけど、まあ、これ言うてられへんな。とりあえずこれ一個作ってみよう。んで、お肉、もうこの前もお肉これしたやん。これ先につけてますから、一番最後に切ればいいだけやから、ちょっと味噌汁、大根切っとこうか。だいぶ効率よくなってるわ。天気よ天気よ、皆さんありがとう。ありがとう。ほんで今日ほうれん草の一つの塩持てるからね、ほうれん草もしようと思ってるんですけど、よいしょ。大根の皮入れたけど誰も気づかん、誰も普通に食べてはったわ、みんな子供たち。チャーハンやけどもめっちゃ汁やからな、はっきりしゅうて、すぐはっきりしゅうけど、これあとブンブンチョコなかってみ、今頃ピーマン切り終わってちょっとやっと人参煮てくれちゃうか、思わへん、ほんまに。何から切って何から切ってんねんいう話なんですけど、うちの子ね、もう大根の味噌汁っていっぱい飲んでくれるから、もう大根いつも大根になっちゃうの、あんまり良くないね、それはそれで。でもそれでお味噌汁を飲んでくれるんだったら、私な、一個、もう私全然趣味がなくてさ、この自粛期間も特になんか自分がなんか楽しみ持ってやってるって、まあ、これをなんかやって、これのコメントを読むのがすごい唯一の楽しみやってんけど、この土日で、この前土日で土曜日にアマゾンプライムのなんか見てみようと思って、なんか映画見てん、その映画のタイトルほんとこんな言ってて忘れてんけど、その中でね、すごいハッとさせられる話があったわ。なんか、まあ、それは、まあ、最高の人生を送るにはみたいなタイトルやったと思うねんけど、男の人が2人、まあ、美容師弟子でやって、ほんで、お互い余命宣告みたいなのされるんやけど、じゃあ最後、どういうふうに一生を終えていくかみたいな映画やねんけど、ほんで、初め全然知らん者同士だけど、だんだん仲良くなってくるやん。そんで、お互いの家族の話、奥さんの話とかいろいろしてくるんで、一人はもうバツさんとかやねんけど、もう一人の人は浮気もしたことのないっていう人やねん。でも、最近は、その、奥さんと、まあ、なんかその、あ、先生、奥さんに、俺はすっごい惚れ込んで、すごい大好きで結婚した奥さんだけど、今あの昔のドキドキ感がなくなったって言っていう話してん。で、まあそうなるのか、まあ60過ぎた話やから旦那さんが、まあそうなるのかなと思って、まあ、その後の話がな、言ったら奥さんは今まで子供がいて、で学校の行事があったり、あと子供が喧嘩して仲裁に入るとか、なんかそのクラブ、あの何、部活応援行く、習い事の送り迎え、バタ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 毎日してたのに、それが子供が家を出て、一人出て二人出て、何もすることがなくなった、お母さん、妻がね、夜ご飯作ることも誰かに作るっていうのが旦那しかいなくなったりとか、ほんで夫婦で喧嘩することも増えてんて、でもいつもやったら夫婦でなんかワーワーやってても、なんか雑音があったけど、雑音がない中で2人で喋ってるっていうのがすごい変な感じがするみたいな話なのって言い出してん。だから何て言ったかな、奥さんの生きがいがなくなってきて夫婦の関係がおかしくなってきたんだよって言った時に、え、私は老後、子供たちが大きくなったら、自分たちの夫婦の時間が増えてずっとばっかり思っててんけど、そうじゃなくて、母親としても
何かそのやりがい的なものがなくなるとかってあるんやということ。よう言うやん、今が一番楽しいですよって。でもほんまにそういうことなんやと思って。だからね、これあんまり洗ったかんねろ、なんか変なもろもろついてるからちょっと洗ったのに。衝撃受けたわ。でもそうなんやろな、だからたまに思うねん。今何個かみんなでワイワイ食べてるっていうのやるけど、これもうどう考えたって20年後、一番下が4歳、もう20年後やったらもう、一番下の子もほんまもう一人暮らし始めてるかもしれんやん、もう話するから。人によってはもう10代でいい、出てる子もおるやん。そうなって、私ほんま、何作ってんねやろ、夕飯。自分一人のために。旦那とために。何を作んねや。唐揚げして、あれして、これしてって考えなくても良くなるかもしれへんけど、だから今は大変っちゃ大変やねんけど、すごい幸せな時間をもらってるんだなっていう思ったわけよ、その時にね。今これをね、赤ちゃんがちっちゃい人が聞いたら、もうそんなんどうでもいいね、私はちょっとでも早く自分の時間が欲しいと思うかもしれんけど、私もさ、もう子供たちがちょっと大きくなって、今でもなんかみんなでテレビ見たり、なんか YouTube 見たりしてんねん。ほなら、前までやったらここにずっとおんぶしながらご飯作ったりさ、楽なことも増えてくるけど、寂しいことも増えるよね。おむつ取れたぐらいからもう。することないねん、もうだんだん。今の段階で思うってことは、高校生とかなったらほんまに、私が子供にしてあげられることって何になってくるのか、なんか泣きそうになってくるなあ、私が子供にしてあげるっていうか、何なんだろうね。今はなんかいろいろご飯作ったりなんだかんだすること当たり前やん。でも20年後の当たり前は一人で、多分夜も旦那帰ってくるのさやろ、一人でご飯食べて、それがめっちゃ寂しいのか、アホほど波湧くって楽しんでんのか、もしくは毎日生配信してるパターン何のパターンにするの、分かれへんよな。なんかいろいろあるよ、ほんと。ほうれん草のひたしも塩持ってたんやけどな。んでな、その男の人が、いや、なんか全然違う話なんだけど、その映画の中で、男の人が浮気したことないって言うから、もう一人の男の人が、じゃあ、夜のバーみたいなところに、女の人を送り込んで、ちょっと一夜のアバンチュールみたいなのをさせようとすんねん。すごい綺麗な女の人が、一緒にホテル行きませんかみたいなバーで言うねんやん。ほんなら、今までその浮気一回もしたことない奥さんが、もう子供が家出てからドキドキしなくなったって言った男の人が何て言ったかっていうと、あ、すっごいドキドキした顔してその女の人今まで見てんねんで、でも女の人がホテル取ってるから一緒に行きましょうって言ったら、僕には奥さんがいるからって言うねん。ほんならその誘った女の人がすごい素敵な奥さん、なんて言ったかな、素敵な旦那さんを持って奥さんが羨ましいわって言ったの、断られた人が。ほんならその旦那さん、男の人が、いや、素敵な旦那さんを持ったんじゃなくて、僕が素敵な妻を持ったんですよって言って、鳥肌立ちました。そういうことを言える男性やから、その女性からの誘いも断れんのよ。まあ言うても映画の台本ですよ、それはもちろん分かってますよ。でも分かってるけど、そういうことやんか。はぁーいう感じやわな、ほんまに。へぇーいう感じやわ。すごいよ。さっきちょっと卵やっとこうか。うん。卵やって取り出しとこうかな。いつもと、いっか。いつもと、そうやね。いつもめんどくさいから、それせえね。なんか急に。塩も食べないわ。もうちょ
ちょっと熱通ってなくてね。豚の油出るでしょうパターンでいこう。豚の油が出るんでしょうパターン。私のとこのチャーハンがこれ皆さん衝撃や思うんだけど、よくパラパラチャーハン言うやん。私もこの中に醤油やみりんややらんこと入れんのよはぁ、あ、いう感じの何それって、多分 誰一人真似せへんと思う。ただうちの子はこれが熱いです。ただうちの子はこのチャーハンが好きなんです。生姜とニンニク入れまして、炒めまして、すごいな、枝田さっきと男の人、素敵な旦那さん持って奥さんが羨ましいわ。いや、僕が素敵な奥さんを、僕の奥さんが素敵なだけです。こんなかっこいいねんな、この人。すごいな。だから奥さんも素晴らしいから、そんな風に旦那さんに言ってもらえるって、そう考えてもバレへんねんから、まあエッカーでなるんじゃん、普通なれへんの男の人とか。そんなやっぱり奥さん、そんでもうすぐ奥さんに会いたくなって帰るみたいな、なやったわ。その話もいろいろ泣けるシーンあったけど、そうや、ほんと泣けるシーンといえば、今日ね、ヒルナンデスで、私でもメモったんや、ちょっともうここにパッとしか見えないかったと思うけど、40代の女性の、涙の雨が止まない映画ベスト10から40代女性に聞きました。あなたが今までめっちゃ泣いた映画なんですか？まあ、40代の方も多いと思いますが、30代、まあいろんな、何やった高校生も見てくれてますから、今からいい映画のタイトル全く知れへん人もいると思うけど、第1位は、何やと思う？私はね、もう1個だけもうすぐ出てきたんだね。もう、で、私がめっちゃ泣ってる、もう私が絶対ランクインしてるやろなと思ったやつは、第7位に入ってました。じゃあ1位から言いましょうか。1位、40代女性が選ぶ、のやつね。1位、タイタニック。懐かしいわ。もう20何年前まで。レオナルド・ディカプリオ、レオ様。懐かしいお話はほんま。それが1位。で、2位。これにまたテイスト急に変わんねんけど、めっちゃわかるわ。めっちゃわかる。はい、2位なんでしょう。はい、答え言いますよ。ホタルの墓。もう私もおしゃべりながらも泣けてくる。やっぱさ、これまたもうすぐ泣けるの。涙腺弱く。あの兄弟が自分の子供にダブルやん。あの、もしそんな、その時代にうちの子供が生きてたと思ったら、あんな辛い人生を怒らなあかん。あんな悲しくなるようになる。なんでこんなんけども、なんでもかんでもバンバン入れるから、あれはなんかもう何か見てもあかん。もうなんかさ、親戚のおばさんとこ行ってもね、なんか意地悪されて、あのおばはん腹立ちそうよ。優しい人にやと思うよ。お母さんが亡くなった子供にあんなもダメな味の素入れます。味の素入れたらなんでも美味しいから。ええー、もう思えへん。私ここにね、ちょっと醤油も入れようかなして、一口醤油。もう信じられないの、これチャーハンいう感じやろ。一口醤油も入れよう。もうガンガン強く。
で、でもね、いつもこうやってるからみんな何考えてんのと思うやろ。ホタルの歯から涙流しながらみんな弾いてると思うねんけど、私はいつもこうしてますから。なんかわからんけどな、ほんまこんな、こん中でどう考えても入れんでいいものもあると思うねんけど、入れちゃうパターンね。墓に、それ考えたらタイタニックもなかったな、様はなかったな、そうしてな、だからどっちも美男美女でな、まあ、そういうとこあるやん、美男美女。あ、ほんでそれ次第3位、世界の中心台を避ける、あったな、森山未来君のいろんなのが病気やったかな、あれも楽しかった。あれはいつ見たら、だからその時自分が何歳やったんかなっていうことやね。40代の女性が20代の時に見てて話とかもあるってことやからな、このところによると。ただ私の感覚としてもうちょっと聞こえるし、なんでかどこにな、2.75 の米入れるかな、私。もうちょっと収入感とか。みんなの中ではこんな信じられへんでしょ、こんなビクビクして、ビクビクして。私の中ではもうこれは当たり前、当たり前の光景です、私の中では。そして第4位、君の膵臓を食べたい、あったな。でもそれ最近見た感じがするね、自分の中で。いや、その分も込みに、ね、これかけてます。もうちょっと、もうちょっと汁気を飛ばそうか。なんせもうな、酢飯で炊いてるからな、ちょっとぐらい汁気があっても全然いいね。お風呂入った、みんな。OK。ここちょっとだんだんこうでシルワークよ、ここに見つめていくという、こういう荒技、真ん中が一番火強いということを見越して、ここで汁を飛ばすという荒技。第4位見たよ。次第5位、グリーンマイル、しか見たことないわ、今度見てみるわ。グリーンマイル聞いたことない。6位、アルマゲドン、これも聞いたことないで、見てないわ。泣けんの40代女性が。そして私、7位、私が絶対これランクインしてると言ったら7位、8日目のセミ。あれはもうなんか、これ知ってます？もう多分見てる方多いから言うたら、まあ主役の女の人が誰かもド忘れしたけど、名前、顔は出てるけど名前分かれへんパターンやな。その人が、その人の名前がもうすっごいド忘れ、もう見てるもん、顔すごいわかんない。あ、そう、ここも入れるの忘れた。もう一回。で、言うたら、なんか赤ちゃんを誘拐して育ててるのに、自分の子供としてね。そうや、最後に、最後に警察に、もう私が飛び飛びでも自分が見てるもんやからやけど、最後お母さんが子供を、もうお母さんち実の親じゃないのに誘拐してあるから。でもさ、子供は自分がもうずっとその人が自分のお母さんと思ってるから、ずっとその人が自分のお母さん思ってるからさ、あれもなかなかやったなぁ、泣けたっていうか、考えさせられた最後も。ほんであれな、もういろいろ長作さん、長作ひろみさんやな。ほんで小池栄子ちゃんも出てんのよ。
またあの子がええ芝居してたわ。なんか私、これ玲子ちゃんでね、なんかいろいろいい芝居してるよね。私初めてなんかドラマ見た時、なんかピンとこうへんなと思ってんと。何がきっかけから 何から上手になったんやろ。めっちゃなんか何やっても上手やわ、今。お前は誰だ、お前は誰なんだって言ったやつ。偉そうに。よし。よし。で、ラマンコルト。何作ってんねんいう感じやろ。何作ってんねんやろ。これ私の中ではもうこれがもう私の家ではこれが普通です。でちょっとだけ白だしを入れた。うん、焦げたきてないやつやってる。食べてきてます。なんかすごい食べてるよね。なんかあんだけあった割にはなベタベタしゃんねんで、まあ、ベタベタな私の中ではこれだけは全然入れへんけど。なんでここで卵作用すんねん。なんで急に閉まれへんのこれ。何が何で閉まれへんのこれ。なんで方式。ただこれやっぱブンブンチョッパーのことでだいぶ早くなった時この時間になってるからな。ブンブンチョッパーやったら私はどういう状態でこれをやってたんだと。いやでも早くできるわ。ありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがたい。よし、もうちょっと塩コショウした方が良さそうかな。うわーパンチがダメだこれ。よーさん、散らばるね。ほんで、皆さん7位は言うかな。じゃあ、8位。はーやで、急に8位。ハチ公物語。そうなん？ハチ公物語？ 8 位？でも私思えへん。急に道端でさ、泣ける映画言ってくださいって急に言われへんやん。え、どうしよう、多分渋谷で聞いたんちゃう？渋谷で聞かれて、何やろ何やろ、ハチ公って、ハチ公物語、私これで8位にランクインしてると思うの。40代に泣ける映画何かないですかね。ハチ公物語言うかな。絶対渋谷で取材受けて、横にハチ公おったからハチ公物語言うたんちゃうかしらと、私はそう踏んでます。そして9位、ショーシャンクの空に。私それも見たら刑務所のやつやったかな。なんかそんなの。ほんで10位が8年越しの花嫁という、まあ、この中で私が一番絶対に私はもう3位以内にランクインする思ったら8日目のセミ。それが8日目のセミがまさかの7位。8校にちょっと買っただけ。いや8校ももちろんいい映画ですよ。でも40代の女性にめっちゃ泣ける映画って言って8校ってすぐ出てくる？8位になる？絶対渋谷のロケやわと思ってん、私は。でもあれか、なんとか取材みたいなインターネットでやってるのかな。私の勝手にまたこと思ってるだけ。よし、このままあれもしようか。せっかくやし、なんかまだ今日は喋りたい気分やし、渡しとけばよかった。ほうれん草しよう。ほうれん草のふたし、私あんま作れんと白だしと醤油でいいって書いてたから、それでやってみよう。これなんだ、これ食べてみとこうか。これ
はい、美味しい。はい、美味しいです。もうちょっと塩こしょうやってもいいぐらいから。まあ、ええわ。辛すぎるよりええな。よっしゃ。そんなんもあれかな、ほうれん草もチンした方がええとかあるんかな。私がさ、なんかチンって何でも楽や言うねんけど、それはよう知ってるんですけど、チンなんかもやしぐらいはチンしてんの。もっといろんなもんチンしていかなきゃな、チンするのにな。よし、お湯が沸くまで味噌汁、トマトでも切って、トマト切ってほうれん草のおひたしやってごらん。もうそれだけで十分じゃないですか、皆さん。どう思います？十分でしょ、緑があって。だ黄色、コーン入れとったら黄色やろ。まあ、卵の黄色あるからやろ。よし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 。あ、今日はさ、ブンブンチョッパーがあっただけで、こんなに気持ちが晴れやかになるの？待ってください。ブンブンチョッパーがあったら、これから何を私は作ったらいいんかな。なんならどんなことでもいけるやん。え、まずシューマイの玉ねぎやな、早いと思う。ほんで結構なんか歯にさえ気をつけといたらなんかすぐにできそうな感じもしたね。8日目のセミナー、あれほんま見たことないと見てください。めっちゃ泣ける。やっぱりホタルの墓。8日目のセミは、逆に言うたら、自分の子供誘拐された側の立場に立ったら、もうとんでもない話で、もう誘拐した人のことなんかもうふざけんなってことやねんで。ふざけんなってことやねんけど、もうこっちは誘拐して、自分の子供のように育ててる人の方にも気持ちいってもってるから。ほんで言うたらもう警察とかにバレへんようにってドキドキしながらずっと生きていってるのを知ってるから、どうかバレませんようにのもう人なってんのよね。やっぱあの映画の作りから言って、最後もだからさっきの小池栄子ちゃんの話したけど、あれほらあったよな、小池栄子ちゃんが子供誘拐したんじゃないか、どういう話でああなったんだかな、あの男の子、ママのなんかいうやつ、あれもよかったな、なんかいろいろマザーもあったな、マザー言うて、それこそあれや、芦田愛菜ちゃんな、マザーで出てきはったやん、すごいわ、おもろかったな、おもろかったなって、あれドラマやからおもろかったって言えるけど、あれ現実の話やったら面白くもなんともないね、お前腹立たしい話、腹立つな。昼ごはんも入っててええんちゃうかな思ってんけど、君の膵臓食べたいってどんな話やったか、なんかあれか、ちょっと待って、女の子が病気になってたからな、なんかエポコのワンシーンだけちょっと覚えてるすねんなと覚えてないね。逆に言うたらみんな自分が今までめっちゃ慣れた映画って何ですかって話になってくるやんか。8日目のセミめっちゃ泣いた。世界の中心で愛を叫ぶ。これめっちゃ昔やったな。私20代前半時のドラマなんだ気すんねんけどね。でも、ええ映画やったよね。グリーンマイルってどんなやったか。多分見てんねん。今日忘れてんのかな。私ほら、さっきもそうやけど、題名覚えてへんねん。映画の。あかんわ。映画の題名は覚えてないし。はたまたもうあかんし、いろいろトマト切っとこうか、トマト、トマトやなこれ。もう柔らかいよりは切りやすいけれども、ちゅう話ですね。よし。
いや、ほんで関係ないけど、今日な、家、このマンションが断水してたんや。困るなぁ、断水って。いや、私、いつも断水してる時って仕事で家行ってないから、断水の大変さ、そこまで味わってへんのよ。もう、家おったら、ちょっと手汚れと洗えません。な？ちょっとしたことができません、いう感じ。ほんまに。赤子と一回研ごう。これで一回拭いていいから、これ。こんなとこで拭いてと思うでしょ。もう一回洗うから。切れ味が全然違うから。切れ味ちゃうのはええねんけど。綺麗に盛れない問題。綺麗に盛ることをもう放棄する問題。よし。ほうれん草。ほうれん草もちょっと作ったら下も食べるようにしてもらおうか。これどうもなんて。全部いってまうか。どうもまじこれ。全部もいらんな。全部もいらん。これぐらいで、半額ちょっと残す。うちなーってなるからな、ほうれん草いうのも。ほうれん草久しぶりに買ったな。いつも小松菜ばっかりやから、たまにはほうれん草安かったのよ。だから、たまにはということでね。だからこれこうやって初めこっちから行っていいんやろ、こうしちゃうの。あら、まだこれ探そう。こうやって1分ぐらいやってからにしようか。なんかおもろい映画見たいな。どういう映画やったら、ほんでな、よくあるやん、最後。この後はご想像にお任せします。私、あれ嫌やねん。あれ、私あんま好きちゃうねん。ご想像に任されるやつ。ちゃんとやってほしいねんけど、そこ、みたいな。いや、それあんたもう、最後手抜いてませんじゃないで、手抜いてないと思いますよ。でも、いや、ちゃんと、なんか、あ、よかった、とかさ、あ、そういうことかみたいなさ、はあ、みたいな。もしくは最後こういう終わり方、あなたならどう思いますかでもええねんで、すごい悲しい終わり方になって、それはあなたになったらどう思いますかとかいう終わり方でもええねんけど、この後のご想像にお任せします的な、なんか結構ね、そういうの、え、ドラマでも。ちょっとこの3ヶ月間返してやいう時あるからな、ほんま。よし、ちょっと1時間たよ。こんなんあんまり水ね、やったらあかんねやけど、熱すぎてもかりん。一番初めに作っといてよかったんかな。その間に冷えたの。あったかいおひたしなのや。私昔な、一番自分がほうれん草の食べ方で好きやったんが、子供の時。マヨネーズ醤油にちょんちょんってつけて食べるっていう食べ方。
見てもこんだけしかないねん。じゃあさっきやっとけばよかったよね。やっぱり全部と思えへん。これ何やろ、こんだけしごくすぎてんのこれ、どういうこと。まあええけど、まあええけど、なるほど、ボール使うやろ、ほんま。これもう釣りになった。私は最小限のボールでいけんじゃん。せや、だから一回友達が、今もコロナになれるあれやけど、あ、さっきはなんか調味料混ぜてたの、自分で食材は買ってくんねんけど、2、3時間で15、6品パッと作ってくれるお仕事の人がおって、それやってもらってたけど、すごーって感じ。その人の作り方で私横で見させてもらっててんや。あのね、一回一回ボールなんかやるやんか、味付け。こんなん洗って次のボール使うんじゃなくて、前の味残ってんねんけど、お構いなしに次の味付けいくのよ。ほな、なんかちょっとぐらい旨味が残ってるから、それをいちいち洗うのがもったいないんですって言った。その発想はあんのはみたいな。え、そっちっていう、そっちやで、ほんま。私おひたし食べませんけど、私が見たレシピが白だしと醤油ちょっとって書いてんだところで、でこれにじゃこしようと思ってるんですけど、下の子がちょっとでも食べてくれたらいいけどな。どうかな。うん、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、なんか食べ物は何なのこれ。お姉さんの子供がすごいけど、私が感じるってことは子供が嫌ほど感じるよこれ。まあ、では自分のほうれん草を食べたいと思ったんで安かったけど、ごまの香りでどうかえぐみが消えますように。そんなうまい話はないか。よし、あ、子供の一番下のこの魚のとこがなかった。しくった。まあ、とりあえずここで終わりましょう。今日は一番下のこの魚焼いてしまい、こうしゅん、疲れた。ちょっとお母さんも終わるね。よし、はい、できました。どうぞ召し上がれ。いただきます。はい、あ、お茶忘れた。赤ちゃんさ、ちょっと今魚やってるから、それまでちょっとだけ食べてみて。チャーハン、しゅんくんが一番好きなチャーハンです。チャーハンやだ。うまっ。うまいな。プクプクプク、炒めて。うまっ。サバがちょっと中まで火通ってなかったから、ちょっと待って。え、あかり何食べてみて。うん。とか言って止めたらもういらんって言うんやろ。ほんまに美味しい。どんな風に美味しい。何点ですか、じゃあそのチャーハン。甘い。甘い。シューマン、これ何点？8点。うん。シューマン、お母さんのチャーハン。100点満点だよ。ほんま、ありがとう。リュウは？これが100点満点で。そう、リュウ好きやな、そういうなんて、やっぱ野菜が。これが100点満点。お、ありがとう。これが100点満点。100点満点、100点満点。あ、じゃあ、シュン君もその緑食べてみて。0満点。シュン君、ちょっとその緑食べてみて。一回、どんな味か。あかりも、緑食べてみて。ちょっとでいいから。緑食べてみたら、結構美味しいです。わかりまずい。しゅんどう？ああ。お兄ちゃんは美味しいっていうの。お兄ちゃんはつまみ食い死ぬほどしてんのだ。
オッケー、わかった。じゃあ、チャーハンは美味しかったです。今日はブンブンチョッパーで作ったから、お母さんすごい気が楽でした。ありがとう。はい、じゃあ食べてください。YouTube 仕掛けでーす。はい、ありがとう。ママ早くいっぱいやったら YouTube 見えたです。はい。